皆さん、こんにちは。マリです。さくらチップスは日本語リスニングのポッドキャストです。 There is transcript in Japanese and English on my website。 先日デニスさんが5杯のコーヒーを買ってくれました。デニスさん、いつもありがとうございます。今日のテーマは料理についてです。皆さんは料理が好きですか？料理をよくしますか？私は料理をしません。しかしかつては料理をしていました。毎日料理をしていました。今はしていません。なぜなら時間がないからです。私は料理は好きでも嫌いでもありません。なので料理をしたいとは思いません。今は忙しくて時間がないので料理をやめました。でも栄養のあるご飯を食べたいと思っています。なので私はコンビニのお弁当や惣菜は買いません。じゃあどうしているのかというと、家事代行サービスを使ったりしています。あとは母に送ってもらってます。作ったものを冷凍して月に 1回か2回送ってくれます。もちろんお金を渡しています。もし時間があれば料理をしますが、今は料理はできません。皆さんは料理をよくしますか？それでは今日はこの辺で終わりにしようと思います。I have an online community for Japanese learners. If you want to join Japanese learning community and make friends who learn Japanese, come join us.And I made Japanese speaking textbook. If you want to learn daily natural Japanese conversation, it's definitely for you. Every phrase has an audio so you can improve your listening and pronunciation as well. Check description box.